はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソ検証系実況者リュウです。さあ、本日なんですが、先日ですね、先行最強デッキ VS、高校最強デッキっていうなんか最強の盾の矛みたいなあの企画をやったんですけども、ティアラメンツ VS 天敗竜、見事ティアラメンツの方がまあ絶対強いなっていうのが証明されまして、僕は悔しかったんですよ。で、まあ、先行最強は本当に果たしてティアラメンツなのかという、ことで、ちょっと僕今日、個人的に一番強いんじゃないかと思っている先行最強デッキ持ってきたんですよ。これ何かっていうと、ドリームエクゾディアデッキです。ドリームエクゾディアデッキってのは何をするかっていうと、エクゾディアのパーツを、ありえない量の、ドローカードで引きまくるという、まあ、そういう構築になっていまして、まあ、ちょっとね、マスターデュエルだと、なんか苦渋の選択とかあの辺が使えなくなってるんで、ちょっとまあ理論上最強かと言われると怪しいんですけど、今、現状、マスターデュエルのアンリミテッドルールで使える最強デッキを組んできたつもりです。今のところ。で、まあ、ティアラメンツの、まあ、デッキは、まあ、多分2022年日本選手権を優勝したことが一番強いと思ってるんで、まあ、これを入れて、で、ドリームエクゾディアデッキと、探してみたい。まあ、ぶっちゃけ、結構、じゃんけんな気がする。まあ、言うて、相手のね、妨害が、このドリームエクゾディアには3台から、まあ、後手からまくれることもあるかもしれないけど、まあ、ちょっとやってみないとわかんないんですけど、とりあえず、じゃんけんに勝ったら、ティアラメンツでも倒せんじゃないかと思ってるんで、ドリームエクゾディアだったら。なんで、ちょっと早速ね、やっていきたいと思います。封印を解いていきましょう。はい。デュエル。スタンバイ。あー、施し2枚は熱いですね、これかなり。施し2枚はさすがに熱い。先行取ったらちなみにね、結構勝てると思うんですね、理論上。先行取れたらですけどね。先行取れたらこのスーパードロエクゾディア、ティアラメンツに匹敵する強さ持ってると言われてるんですけども、泥場が一番きついんですけど、泥場がなければ、結構。泥場ディメンションアトラクターだけちょっときついかな。ティアラメンツクシャトリーだ、はい。ディメンションアトラクター、もう言うてそんなにきつくはないか。まあ、ちょっとチキンレースのね、除外して、なんか、疑似空間を発動するみたいな、あれができなくなるんですけど、さあ、ティアラメンツクシャトリラ君の、特殊召喚効果で、これ、まあ、このオチが強かったらやばい。あー、大丈夫、多分。あ、これ、サーチ入んないんだ。これ、サリック引いてんね、多分。あ、てか、サリック除外してたよ。で、チキンレース効果1枚ドロー。オッケー、もう多分相手妨害ないから、で、これフィールド上のモンスターの効果多分ほとんど発動しないから、ハーフニスが逃げられててもハーフニス起動されることないので、とりあえずカードオブスピリット発動します。さあ、カードオブスピリットの効果によって強欲な壺を1枚に加えたい。とりあえず、一旦手札に加えたい。さあ、来る。よし、よし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 強い。さすが強欲な壺3枚入ってるのは結構強いぜ。で、強欲な壺発動。強欲な壺の効果によってカードを2枚ドロー。うわー、施し3枚強そう。いけるぞ。ちなみにマジでこれひたすらにデッキの中のカード掘るだけなんで、まあ、あんまり対戦としてはそんなに面白いかと言われると怪しいんですけど、まあ、よかったら最後までお付き合いください。さあ、合剣いいですね。合剣はちょっと最後の方に使いたい感もあるんですけど、一応もうこれ使っちゃいましょう。天使の施しで捨てる系のカードが1枚でもないとやっぱりちょっとねコストがね。はい、チキンレース封印されしエクゾディア、まあチキンレースでしょうね。はい、チキンレースでもう3枚いってるから、できればテラフォーミングから先に引きたい感もあるな。で、チキンレース発動で、チキンレースの効果1枚ドロー。宇宙工事か、あー悪くないね。施し打つで3枚ドローして、あー、いいね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 、いいんじゃない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 の、これ。強欲な壺、とりあえず2枚目打っていい、いけるよ、これ結構。手札が少しずつ増えてるよ。少しずつ。あー、オッケー。で、アンコムフライトも発動しようか。で、ペンデラムスキルに発動して、で、これ爆破してきながらワンドローね、これ。はい。バキーン。あー、そういう感じか。あー、命削り、後引き弱いんだけど、ちょっと待って、これさ、なんか、戻すカード来ないかな。あ、来たわ。戻すカード来たか。いや、これさ、ちょっとギャンブルしていい、一回。これ、ギャンブルするの やりすぎかな。ちょっとさ、多分さ、これさ、宇宙工事するんじゃん。でさ、パーツ戻すわけよ、これ。で、パーツ引いちゃったらやばいんだけど、パーツは、1枚までだ、1枚とかにしてほしいな。0枚だったら最強。パーツが1枚だったら、まあ、よくて、0枚だったら最強。2枚はちょっとうざい、普通に。さあ、魔法カードいっぱい来い。
魔法カードいっぱい来い。魔法カード、あー悪くない、悪くない、いや悪くないよ、めっちゃくちゃ悪くない。セットして、セットして、とこれ、これは発動しないな。テラフォーミング発動して、でこれ疑似空間持ってくるでしょ。 OK でこれで圧縮できました。でこれもセットします。ねえ、これもセットします。はい、行きましょう。命削り、はいはい、2枚ドロー悪くないよ、悪くない、非常に。でテラフォーミング発動、疑似空間もう1枚持ってくる。オッケー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 、これなんか割といけそうじゃない。で、ムーレン発動、これソリティアないくせに長えな、このデッキソリティアないくせに長え。で疑似空間の効果発動して、疑似空間でちなみにチキンレースをコピーすると、まあチキンレースと同じことができるので、チキンレースがまあ全部で6回合計最大打てるということですね。はい、で1枚ドロー、はい、さあどんどん手札が増えていく。あ、1で9000いいよ。で、ナリキンゴブリンの効果起動して、さあいいよいいよ、今のところいいよ、どんどん手が増えてるよ。で無の煉獄来た、 OK。 でさらに、無の煉獄の効果発動してカード1枚ドローして、 OK。 でナリゴブも打って、命削りとかもういらないよな。で、一時休戦も打っていく。ちなみに一時休戦は、ワン、あのお互いにドローしたんで、これ最後の方がいいですね、基本的に。まあないとは思うけど、最悪なんかやばいカード引かれた時のために、まあ、ないと思うけど、もうこのデッキに効く誘発とかで、なんかモンスターとかってない気がするけど。で1位9000カード1枚ドローする、 OK。 でドローする、はい、7枚6枚5枚、うわこれ微妙だな、これ大丈夫か、うわ命削りかぶった、これ大丈夫か、これマジでこれ大丈夫かどうか、ちょっと怪しいなこれ。これ打つしかないか、1回打ってドロー系のカード引きたいな。天使の施しだと2枚残っちゃうんですよね。これまださ、俺強欲な壺あったっけ、なんか強欲な壺あった気がするな。これ全シャッフルするわ、1回全シャッフルする、ちょっと覚えてね。今俺あと何があんの俺あと何があるんでしたっけ。あー、はい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 、ナリキンゴブリン発動、これで何引く俺。うわパーツか、これこれ何これ、あと残ってんの、これちょっとここで揃ってくれたら嬉しいけど、これデッキそこ残ってたらやばいか。さあ天使の施し発動、3枚ドロー、あ、オッケー、オッケー、あぶねー、対戦アウトでした、シャーン、石膏取ったら勝てる、マジでこれ石膏、じゃんけんだ、遊戯王はじゃんけん。いや、まあ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 、まあ、いいよ、とりあえずね、それでね落ちなきゃいいから、パーツが、パーツが落ちなければ OK。 ケルベクだけマジでやめて、ケルベクさんちょっと落ち着いてください、ケルベクさん落ち着い、あーバーカ野郎が、ちょっとお願いしますよ、本当にマジでお願いします、お願いします、マジで ここだけ乗り切ればいけるから、くそれくそれ、デビークラキショイ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 、あデビルやばい、これデビルやばいわ、ちょ無理やって、無理じゃん無理でしょ、ダメだマジで、ちょっとあ本当じゃんけんだこれ、あのじゃんけんで勝った方が勝つ。